でネタバレするのでまだ見てない人はまた耳を閉じてみてください。そうなんかえっみたいな、親方様と無さんえみたいな状況で今漫画はとりあえず止めました。そう2の2じゃないよを見てくださいましたか皆さん。そういうの漫画にハマるってことがなくて、本当にアニメとか見たことがないので、そうでさっきお母さんが10巻読んでて、9巻か10巻読んでて、それまで読めなくてね、うず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 って感じだった。うずうずうずいって感じ。今まで買った漫画なんだろう、なんか昔だいぶ昔はなんか少女漫画とか、なんかいとこがくれて読んもらっくれてお下がりみたいなのを読んだことあるけど、少女漫画を読めます。うずうずうずいって感じ。少年漫画は初めて、本当にワンピースも見たことないかも、そんなに多分見たことはあるけど、そう20歳にして漫画を読めるようになりました。でもやっぱり少女漫画と違って少年漫画はすごいなんか効果音とかが多いし、すごい説明も多いからすごい難しい。そういうのは十二水木の退治所の最中だったんです。通せなかった、逃がしました。十二水木じゃあ強すぎ、なべちゃん。そうアニメ見るのはすごい簡単、見てればいいだけだけど、漫画はえみたいなのが多いから難しいけど、本当に熱い戦いでした。もうあの上の6っていう、上のなんとかの6みたいなのはすごい熱い戦いでしたね。なんかうん、いやアニメで見たいなって気持ちがやっぱあるかな。上限っていうのか、上限の6との戦いかな。上限の3はあれでしょ、赤座。もうどんどんねキャラクターの名前が覚えれるようになって嬉しいです。今のは本当に難しい。でそのもうなんかみんなのどこまでネタバレしてたっけ、なんかさ自分がネタバレされたくなさすぎてさ、このショールームでするのもされたくない人がいると思うのと思うとなんかね話しにくいなと思って、なんか自分今のずっと無残だったの気持ちがね、自分はしていいみたいな無残の気持ちだったけど、最近ちょっと目覚めて、そうなんかあれ玉代さんみたいに鬼もありつつやっぱ人間みたいな気持ちがあるから、やっぱりネタバレしたいしみんなと語りたいっていうのもありつつ、でも楽しみにしてる人がもしかしたらいるかもしれないっていう、この遠慮の感じ、ハーフって感じ。本当にうずいさん、うずいはなんかそう優しさが邪魔する炭治郎の気分、本当に炭治郎って感じ。私なんか絶対メイク落とした方がいい、普通かっこよかったけど、普通かっこいいかったけど、絶対メイクもなんかファッションセンスもないです。でも語っちゃうと、でもとりあえず兄弟はずるい、兄弟はずるいでしょ、だってやばくない？二人の首を切らないとダメな鬼、昔の過去があるから、なんかそれを知っちゃうとなんかうんって思っちゃうから、うんって感じ。難しいよね、ずるいよ、なんか鬼ってずるい。
なんかでもだからといって他の人を食べちゃったりするのはダメだから、それはまあ生まれ変わっていただいていい人生をまた歩んでほしいなとは思うんですけど、でも一個疑問なのが、いや疑問じゃないな、なんでもないからやめとこそうだけど柱でも、でもやっとねあの3人がね、もうなんか稲野さん、あ、猪之助と思ったのも、あ、猪之助かと思ったし、なんかなんとなく善逸は頑張って耐えると思ったんですよ、潰れてても。だけどあれ、そう、もう猪之助はもう、あ、ダメだもん、猪之助、猪之助って思ったの。もう変な子だけど、変な子だし、もうすごい変わり者だけど、でも猪之助も最近徐々にいいやつになってきて、人の話も聞けるようになってきたから、やっと。そうだからね、猪之助の過去のね話が面白かった。イノシシに育てられて、でもなんで日本語が喋れるかっていうとみたいなやつの、そのなんていうの、知らない村です、山の上で住んでるそのおじいちゃんと暮らしてる人、そのやつが面白かった。そう、そう、人は成長するんですね、本当に面白いね。なんなら今もね、そこに続きがあるのに読みたいんですけど、でもこれ読み続けちゃったキリがない。なんか気になったまま終わるのも嫌だから、とりあえず今上限の録音を倒したところで今やめました。難しいですね。でも本当にね、もうやっぱりなの思ったもん、炭治郎のお父さんは絶対何かあると思ってたし、その炭治郎は絶対その血を継いでるから絶対強いと思ってたし、なんかもうね、勘が、私は女の子の第六感がマジで働きすぎてすごい。そういうの名探偵なんですよ、実際のところ。いやでもね、アニメの方がひなのは分かりやすい、タイプ的にね。ひなのは自由とか読むの苦手だし、その伝わりにくいので、ね、早くアニメの2をやってほしいの、やってほしい。だけどアニメの方が分かるけど、続きが気になりすぎて漫画が止まらない。で、推しはね、いっぱいいるの、ひなの。サビと富岡義勇と、あと誰だっかな、炭治郎でしょ、あとあれ煉獄さん。でも臼井はかっこいいと思ったし、もう本当にその余命を優先したりとか、自分の命を捨ててまで周りを助けるとかっこいいと思ったけど、なんかね、推しにはならなかった。かっこいい止まりって感じ。でもきっとまたアニメで見たら好きになっちゃうかも。そう、やっぱね、嫁が3人いるっていうのに引っかかるじゃん、やっぱり。だってひなのが好きになったの、嫁が3人いるわけだから、じゃあそこはやっぱり引っかかってる部分なのかもしれない、もしかしたら。やっぱライバルが多いのはちょっと厳しい。まあ、嫁にしてくれるならちょっと考えるけど、ね、いやでも臼井はなんかモテ男でしょ、モテ男でしょ。だってモテ男はね、そう、モテ男はモテるからね、多分ひなのになんて眼中ないんだろうなっていう目線になるね。炭治郎はね、別になんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、炭治郎はなんか別に好きだけど、なんか優先的にはなんて言うんだろう、炭治郎はなんかもうめちゃくちゃ仲のいい友達でいたい。
わかる。なんか炭治郎はなんかもう本当にいい人だし、もう大好きだけど、でももうなんだろう、炭治郎がだからそれこそカナオ、カナオがいい感じになるのは嫌だ、絶対絶対嫌だし、もう本当に誰のものにもなってほしくない、炭治郎には。炭治郎はずっと一人でいてほしい、もういいね、そこでいい、そうって気持ちになる。義勇は、義勇はね、多分付き合っても絶対面白くないよ、なんかもうクールすぎて。それは分かってる。なんかひなのが多分一方的に話すんだろうなみたいな。でもそれもひなの話すの大好きだから全然いいんだけど、なんか義勇はなんかひなのに興味がなさそうだなっていうのを感じる。そう、そう、そういう目線で見てる、結構鬼滅。そう、そうだけど、でも急ななんかそういう優しさに多分あれ惚れる、女は惚れる。そうから、そうって感じ。サビトはあのもう笑顔がたまんない、もうサビトはあの笑顔にがたまんない、もう笑った顔でが一撃、もう一目惚れあれはって感じですね。義勇のね、そのギャップ、天然なところも可愛いし、なんかそういうクールそうに見えてちょっと抜けてるとことか、急な優しさとかはもうそこは大好き。そうって感じかな、ひなのの今の感じは。でひなのの尻に入らなかったうずいはやっぱりちょっと嫁がいるってとこに、やっぱそこは欠点。でもかっこいいね、やっぱ。でもそれでも嫁を最優先に考えてるところとか、うん、かっこいいなって思いましたね。で善逸はだってうるさいじゃん、とりあえず。で伊之助は多分話が通じない、でもあれなんですよ、善逸、あ、伊之助は多分どんどん成長していくから、きっとあれ、伊之助は多分どんどん優しくなっていく気がする。でもあのキャラがなくなったら寂しいから、そう、とりあえずその3人は私の推しです。難しいね、本当に。なんかだって鬼も昔頑張ってきたんだもん、だからそれって、でも頑張ってきたからって鬼になってなんかもう一回やり返すとかじゃなくて、もっと生まれ変わったんだけど、なんかいい方に生まれ変わんなきゃダメだよね。はじめまして、ありがとう、来てくれて。ちょっと鬼滅のネタバレししてるので、もしかしたら耳を閉じた方がいい方は耳を閉じてください。でもなんかね、めっちゃ今からネタバラシ、でかいネタバラシすると、なんかちょっとでかいネタバラシします。はい、聞きたくない人耳閉じてください。あのさ、親方様が最後にね、なんかお母さんが耳閉じた。親方様がね、あの最後になんか、無惨はなんか俺の一族のなんかなんとかだみたいなこと言ったから、多分あの二人は多分兄弟かなんかなのかなっていうひなのの感を働かせてます。でも本当にひなの今コメント欄見ないです。そういった、ああなる、いい感してるって言いそうなのでみんな読まないですけど、なんかそんな気がする、ひなのの感的にはね。でもうずいが柱じゃなくなっちゃうのは悲しい、ひなの的には。うん、悲しい。やっぱり柱はあのメンバーでいてほしいし、そこにあの3人が入ったら嬉しいなとは思うけど、なんかもう一人でもかけるのは悲しいし、親方様ももうちょっと頑張って、なんか最後まで見届けてほしい、無惨がそんな負けるところを。本当に親方様あとちょっとだと思うの、今の的に。でもわかんない、前さ、ゲノさ呼ばれたんだよ、赤さが呼ばれてて、あのさ、ゲの組たちがさ、一人残されたじゃん、最後に。なんていうの、呼ばれて、無惨に。その、ゲの1かなんか忘れちゃったけど、
それ以外みんな倒されちゃって、で結局血を与えてその戦ったじゃん。あそうそう、下限そう、パワハラ会議、パワハラ会議みたいな言われてるやつで、それに多分ジョーの人たちもそう集まってて、どうなるか分かんないけど、でもジョーは強いし、90年ぶりって言われてるのがすごいなっていう。でもどんだけ逆に鬼ね、えでもお父さん、でも炭治郎のお父さんは最強だと思うの。でも90年前ってありえないじゃん、炭治郎のお父さん絶対そんな長生きしてないからって思うと、炭治郎のお父さんの時にはどうなってたんだろう。なんかそういうところをね、今炭治郎のお父さんの時は上限のなんとかとか倒せなかったのかなみたいなのを考えてます。なんかそう、もやもやする。だから早く読みたいの。でもね、そう上限の鬼だけど、うん、難しいね。ね、どう絡んでいくのこれが分かんないのね。想像できない、想像ができないです。とりあえず今日はめっちゃ違う話をすると最近はねすごいいろんなお仕事をさせていただいてるんですけど、今日はその中のカミングフレーバーのね23日に行われるライブがございますね。皆さん配信ライブがそこの方にね、今日リハーサルとかレッスンがありました。イエーイ。そう、皆さんもねぜひぜひ、あれカミングフレーバーって何、何何ちょっと興味あるなって思った方はまだまだチケットがねゲットできるので、なんか見てほしいです。普通にそう、普通に見てほしいなって思います。なんかねひなのは好きって感じ、うん、しグッズもめちゃくちゃ可愛いし、なんかそう可愛いでしょ。そういうのは好きだなって思った。なんか楽しいって感じ。そう、私たちも対バンっていうの初めて、その1対1はだから緊張するし、それこそスーパーガールズさんたちなのですごいありがたいですし、緊張するんですけど、すごい成功したらいいなって思います。はい、そしてあ、なべちゃんだ。鬼滅語ってるから見に行った。いや鬼滅語ってるよ今ね。そのうずいさんの編が終わったのよ。そうでもそう、うずいのね、うん、でもやっぱり柱って強いなって思った。なんかすごいよね、なんて言うんだろうな、柱がなんか人間じゃん、人間なのに鬼と対等に戦えるっていうのがすごいし、なんかやっぱりそのうずいもなんか頭の回転が速かったりとか、その時間はかかるけど回転が速かった、スピード力とかなんか察知力とかあるじゃん。でもそれって炭治郎も似てると思うの結構ね。そうだから炭治郎は結構いい道に進めると思う。炭治郎はすぐ昇格すると思います。柱になれるし、早く呼吸、早く炎の呼吸、火の呼吸をゲットして、もう本当に強くなっていただいて、本当にもう鬼のいない世界を作ってほしいです。はい、ごめんなさい皆さん、ごめんなさい。そういうの結構行き来するよ、結構行き来する。なんなら今からじゃあ握手会の話をしたいと思います。うんとですね、私は恋落ちフラグというね新曲、 SK48 から新曲が発売されるんですけど、私は789部ということで遅めの、そうトーク会があるので、ストーブとかめっちゃ目が乾くんですけど、ぜひぜひ遊びに無理せず、ね、来れる方は来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。でも次の柱が動き出すのがワンちゃん、その蛇の人が最後に来たの、蛇柱みたいな、わかんないけどさ、蛇柱が
でも2ヶ月で柱になったやつっていうのが多分あの人だよね。なんかいや僕は忘れちゃいますけどみたいな人がもしかしたら2ヶ月なんか相当強いじゃんそれ。2ヶ月で柱って何みたいな、何してたのみたいな、何があって2ヶ月間で、ね、逆に何があったみたいな、そう感じなので、だからね、なんかもうね難しい。これはアニメが私には合ってる本当に。今日何食べた、今日はドリア食べました。うまいって感じでしたね。うまいうまいうまいって感じでした。すごい、はい、そうなんかもうスーパー研究室その通りだと思います。柱ね、いやえでもあの煉獄さんのお父さんがすごいその炭治郎に手紙も書いてあげるシーンはやっぱお父さんなんだなって思いました。やっぱ多分その亡くなっちゃったその、ね、煉獄さんがいなくなった悲しみが巻き起こって怒っちゃったりとかしてたけど、本当は悲しい。だって最後にさ涙するじゃん、なんだっけ下の名前忘れたけど、うん、煉獄みたいな、うん、なんかあやっぱりお父さんなんだなと思ったし、そのね、お母さんが亡くなっちゃってそのやっぱそのショックがやっぱでかいと思うから、だからきっとそのさ宇髄さんもその奥さん3人いてきっと1人でもいなくなってたらきっとあんな力も出せなかったし、上限の鬼を倒せなかったと思うから、やっぱりそれぐらい大切な人がそばにいるって大事なんだなって思いました。よもやよもや、そういいお父さん、でもお父さんでした。お父さんでした。やっぱね、うん、お酒って怖いってことを今回鬼滅の刃ですごい教えていただけたなって思いました。お酒は怖い。こんばんは。もう紙触れの話は表現すると楽しいって感じ、うん、しなんかおーおーって感じなんかどこまで話せばいいか分かんないけど、うん、そうだな、なんかひなのは好きひなのは好きって感じ、うん、トーク会の話、トーク会の話はそのオンライントーク会、今オンライントーク会みたいなやつをやらせてもらってるんですけど、そのビデオ通話みたいな感覚ですごい皆さんのファンの方の顔を見ながらお話しするのはすごい楽しいですし、そんなどんな感じなんだろう分かんないですけど、来れる方は来てください。だから多分あの現地なので、そのやっとその生身の皆さんなんていうのすごいね、本当に会えるのってやっぱビデオ通話と直接会えるのって全然違うと思うので、そこはすごい楽しみですし、はい、楽しみです。やっぱリアルに会うのとは違うので、またそして私もすごいいろんなことをさせていただいているので、その話もたくさんできたらいいなって思いますし、鬼滅の話もできたらいいなって思ってます。そう、申し込んでありがとうね、やっと皆さんに会える予定ができて嬉しいです。でも最近本当に鬼滅グッズ調べちゃう、暇さえあればなんかあすごいみたいな、鬼滅のグッズってこんなにあるんだって感じね。コスプレしたい、もういろいろ調べて、胡蝶しのぶさん、胡蝶しのぶのコスプレもあったし、それこそサビトのもう義勇もあった、
炭治郎もあった。あのさ、なんかあれでいいんですよ、なんかマントはいらないから中のスーツみたいなの欲しい。本当になんか中のなんかメツみたいな書いてあるやつのなんかユニフォームが欲しい。ひなの本当にコスプレなかなかしないので、したいしたいけど、ね、買う勇気はない。そう、鬼殺隊のあの大福が欲しい。メツ、あと剣が欲しい。おひなのもさ、戦いたい。あれであれ持って戦いたい。でも面白い、面白いです。ここにね、今どこを読んだかな。あ、今次12巻だもん。12巻。何巻あるんだろうこれ、わかんないけど。あ、気になって仕方ない。ほら、な、赤座人気だよね、めちゃくちゃ。今の友達も赤座好きだって言ってた。23巻か。やだ。本当に。無惨はひどい。なんか自分を守るために他の鬼を使って、結局弱いんだよね。いた。でも無惨に弱いって言うとさ、怖いから、弱いってあんまり口に出したくないけどさ、無惨は絶対弱いよって言うとさ、違う違う違うって言って、あ、怖い怖いから本当にやめとく。なんかもうさ、夢見そうって思って夢のこと考えるとさ、あのさ、煉獄さんをさ、あっちは倒す前のさ、あの列車の人がなんか夢になんかいい夢持ってかれそうとか思うと、もう怖い怖い、もう全部つながる、現実とつながりすぎて怖い。そう、みんなのもさ、この夢から出たくないってなってさ、過去切られそう、怖い怖い怖い。ってことで、ちょっとだけ今から読みたいと思います。あ、これ上限の5。へえ、ほら90年ぶりだって。怖い、目からベロ出てる。え、もうよく口が目、え、どういうこと、よくわかんないね。ダメだ、なんか普通にさ配信しながらさ読もうとするとさ、普通になんか気持ち悪いって言っちゃいそうね。ダメだよね、だって鬼も生きてるんだもん。あ、これ女の人なの。女に見えなかった、申し訳ない。本当にそれは、そう、壺鬼みたいな人が出てきた。まだお見えではありません。あ、これ無惨様じゃないんだ。この三味線ピッピッってやってる人無惨かと思った。ね、赤座めっちゃ人気者じゃん、みんな赤座に絡むやん。1に会いたい、上の1。おー、でも上限の2だってこの人。じゃあ赤座より強いじゃん。また魚子、魚子、はっ、怖い。もう鬼は不気味ですね。上限の1さ、え、あ、これ上限の1、え、びっくり、え、びっ、え、え、違うよね、びっくりした。え、
ごめんね、こんな黙って、ちょっと真剣になっちゃう、止まんない、読み始めたら止まんない。そう、国志望みたいな人がさ、めっちゃ義勇に見えたけど、ありえないよね。え、やめてやめて、え、よくわかんない、怖っ、やだ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 。でも上弦の2もなんかさ、あの人に見える、煉獄さん。あー、そういうことなんだ。ん、青い火番がな、あー出た、青い火番がな探してんだって。怖っ。やっぱなんか無惨ってさ、ちょっとさ負けたらね、なんか連帯責任なんだね。なんかわかる、連帯責任ってチームとしては大事だと思うけど、なんか連帯責任の罰がでかすぎて許せない。なんかダメだよね、なんか教師っていうか、なんかもうみんなを仕切ってるリーダーとしてこれは良くないです。強すぎ。え、なんか、え、ムさん、ムさん強いのに自分がやればいいじゃんね、周り作るんじゃなくて。許せないわ、なんか周り巻き込んで。え、鬼って M？ M だね、結構ひどい。何年生きてんの。え、絶対炭治郎のお父さんはすごい強いから、これ何百年ぶりとかありえないと思うんだけど。なんか難しい、なんかいろいろ考えないと、なんか考察しちゃう、すぐ考察しちゃう。仲悪いんだね、赤座とこの煉獄さんみたいなそっくりな人。え、そう、これがね、気になる気になる気になる。ちょっと待って、ちょっと待って、ここまで、ここまで見させて、ちょっと待ってね。序列だって、そんなん、そんなことない、そんなんないよ。人は人、みんな一緒。あー、入れ替わりの決戦ってのがあんのね。なるほどね。あー、そういうこと。なんか複雑だね、なんかさ、すごいアイドルみたいだね。努力って報われるから、なんか難しいね、難しい。そう、なんか総選挙みたいな、そう、総選挙みたいな感じね。鬼の努力を認めたくないけど、みんな努力は報われるって炭治郎が言ってた。炭治郎だっけ、言ってた、言ってたよね、今の言ったもん。ああ、キモい、全然、全然違った、全然義勇じゃなかった、びっくりしちゃった。ごめん、義勇にめっちゃ申し訳ない。なんか気まずい、めちゃくちゃ気まずいわ普通に。
でもよかった、なんか下のさ、下の弦加減の鬼、加減の鬼のみたいに減らされないのはやっぱ上弦の鬼はやっぱ優秀なんですね。それぐらい炭治郎に本当にここまでって言ってたね、言ってたけどさ、え、どういうこと、え、なんか、え、待って待って、え、どういうことだ、ちょっと待ってね、ちょっと一回もう一回戻るわ。女房に寝てしまう、炭治郎やめちゃくちゃ。でもこれは鬼の顔に似てるの。住吉って誰、炭治郎のお父さんの気もしなくもないんだけど、え、むずいむずいむずい、ちょっと炭治郎の夢のシーンまででやめとく。え、難しい、なんか、気になる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 ね、ちょっとね、この回想シーンは覚えておくことにします。え、もうすぐ15分だよみんな、え、むずい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 、え、考えさせられる、なんかめっちゃ鬼滅に振り回されてるわ、悔しい、普通になんかプライドが、なんか絶対関係はあるねこれは炭治郎に。でも炭治郎は炭治郎のお父さんと寝るから血は絶対つながってるし、そうだね、気になるねこれは。でもこれ気になったら多分みんな本当にもうみんなの無言シーンもう今まで以上に多いけど大丈夫そう。いやー面白いね、なんか毎日の楽しみって感じ。じゃあ神フレの話をすると、いや、なんかもう見ていただきたい、見てください見てほしいってことです。そう、見てほしいし、もう本当に早くアニメの2期出てほしいし、もう早く握手会で皆さんとたくさんお話ししたいし、なんかもう情報量が多いですね。うん、難しいな。ね、でもこれをきっと読み終わってしまったら私はどうすればいいの？アニメはいつ始まるんだろうね。なんかごめんね、マジ鬼滅の話しかしないね。ちょっとアイドルになるわ今から。はい、ということで、もうすぐ神フレのライブですね。他の情報か、あ、思い出した、2じゃないよの動画見ていただきましたか。そう、その動画もね、動画もちょっとあったからそれも載っけたかったんだけど、なんか載っけたい写真が最近多すぎて、なんか大忙し、私のツイッターが大忙しです。そうねえ、面白かった、楽しかったです。私もケーキめちゃくちゃ美味しかったよ、本当に美味しいケーキをいただきました。
ね、なんかね、じゃ前ね、みんななんかおふざけしようねみたいな話をしてたの、本当に本当だよこれは。なんかおふざけでなんかちょっとなんかネタになる感じがいいよねみたいな話をしてて、で迷ったんだけど、そういうなんかドンキとか行ったり、なんか本当にいやこれかいみたいなこと言えるやつなんかしよう、まあ、これかいって言わせようと思ってグッズ持ってったけど、なんて言うんだろうね、もっとなんかしよう、なんかみんなが考えつくようなものにしようと思ったけど、いや私は違うんだぞとっていう、もう炭治郎みたいにめっちゃ頭を働かせたの、もう毎日忙しい中私もすごいもう何同時になんか戦いながら、なんかこれからどうしようみたいなことをなんかすごい会話するじゃん炭治郎みたいな感じで、ひなのもすごい考え事をしてたんです。いやまあひなのは違うぞと、違う方で攻めちゃうぞと、そうこれはこの呼吸法はこうじゃなきゃみたいな感じで考えついた結果、自分の生誕のグッズをプレゼントする人っているって思ったんですよ。そしたら決まった技がみたいな、これはもうみんなびっくりしちゃうぞと思い言ったら、みんなケーキだしシュークリームだしみたいな、ガチじゃんみたいな、みたいなもうね、もう炭治郎もびっくりですわ、本当に気まずい、ちょっと気まずい空間だったんですけど、まあすごいみんなが笑ってくれたのでよかったかなと思います。ちゃんとね自分でラッピングしてまた戦ってたわびっくりしちゃった。でもそうねずこが一回さ鬼になっちゃってさ、食うかと思って本当に一回ねずこもうダメかもって思ったけど耐えましたね。ねずこも偉い、もういなのもうギウとねうろこだきさんがもう頭にもう入ってきて、あやばいと思って、やばいあの二人の腹が切れると思って、腹切れるみたいな思って、気まずくて本当にもうそんな場面見たくないと思って、だけどよかったです、もうワンワン泣いて落ち着いて寝てくれたのでそこはよかったなと思います。あの子守唄本当にある曲なの？そうなんだ。そうでもね、すごい。どうなるでしょう。早く読みたい。ほらもう時間なくなっちゃった、みんな。いいの？バクバクです。でもいいの？こいつが多分。あれだと思うんですよ、2ヶ月で撮った人じゃない、違うこの人じゃない、2ヶ月であの柱のあのなった人、この人だよね。だからこの人なんかそんな気するもん、なんかちっちゃいし一番若そう、この子多分まだ子供だよ、多分ひなのより年下、炭治郎もひなのより年下もしかして。え、義勇はどうなんだろうね。え、みんないくつなの？それ知りたい。気になる。これ一番の推し？無一郎くん。絶対この子ね。ひなのより下。ゆいさん？これ。ゆいさんと何やつなの？キッズじゃん。赤ちゃんだよ、じゃあ。え、待って、20代誰？ひなの義勇と一緒、うわー義勇と一緒だって、いいだな、義勇 21? うわー21だって、同級生先輩だね、義勇は一個上の先輩って感じ。炭治郎15歳だって。お父さんのいびきがうるさいです隣で寝てます。義勇先輩って呼ぶわ。じゃあ無一郎は14歳、14歳って中3とか、ほんとそうなんだ。あそっか昔の人だからみんな先輩なのか。いやでも今のないもうひなのが鬼滅知ったのは今日だから
え、なんかコメント固まったんだけど。あ、びっくりした、固まってなかった。そう、しのぶ、胡蝶しのぶ18歳。え、なんか気まず、みんな年下なの、やだ、気まずいわ、それはそれで。なんか、え、気まず、そうなの、いいだけじゃん、なんか。気まずいね、鬼滅気まずみたいな。今のは3点ぐらいか。そうなんだ、なんか気まずいわ、年下にこんなね、気まずい気まずい。年下がすごい頑張ってくれてるってことですね。そっか、漫画は年取らないもんね、確かに漫画は年取らないな。いや、漫画はみんな鬼だね、漫画。お殿様だっけ、なんだ、親方様だ、親方様23歳だって、見えない、もうちょっと年上だと思ってた。ひなのと一緒だね、年上に見られるタイプだ。うろこ滝さんいくつなの、じゃあ。煉獄さん20歳。え、義勇の方が年上なの、絶対嘘それは。あ、初見の方ありがとうございます。32歳。え、うろこ滝さん32だって、ありえない、若い、みんな。奥さんは年上？奥さんって誰？え、ロコダキさんはもっと言ってるでしょ。あ、びっくりした。おロコダキさんは60以上だって。あ、親方様は奥さんは年上なんだって。年上がタイプなんだね。意外。息子たちっていうのは何なんだろうね、それぐらい大切にしてるよってことか、親方様は。みんな無惨はもう行き過ぎでしょ、ちょっと。なんか、いや、いいんだよ、長生きに越したことはないけど、なんか悪いことしてるから許せない。コメントの時差がすごい。いや、楽しみですね。また私がどこまで見たかまた報告するので。年齢はバラされても大丈夫だけど、なんか知っちゃって気まずい。なんかみんな年下すぎてなんか気まずいわ、めちゃくちゃ。年上だと思ってたから、なんか。煉獄さんはもう25とかで会ってほしかった、気持ち的にね。なんか炭治郎ぐらいが同い年でありたかったもんだって。なんか誰だっけ、無一郎は年下でいいけど、なんか年下っぽいしね、気まずい。なんかよくわかんないけど気まずい気まずいわ。あと3分だって、みんな。ありがとう。今日は気まずい配信でした。そっかそっか。ね、すごい。ね、またさあやとね、ちょっと、うずいの話をしないとダメですね。そのとこ読み終わっちゃったんで、多分うずいも柱、もう鬼滅隊？鬼殺隊だ。鬼殺隊をやめると言ってたので。戻らなきゃそ
そう、またねそこの話をしなきゃいけないので、またそこは話したいと思います。エイナの18歳のイメージ強い、それは本当に褒め言葉、ありがとうありがとう。ってことで、じゃあそろそろ終わりたいと思いますので、ランキング見ます。13位はこれだって、あ、13位はサイリウムを2色持ってキュッてやってる方、ありがとうございます。12位は花、あ、やばいね、くまちゃんが花束ギュッて持ってる方、ありがとうございます。ごめんね、めっちゃ早くなっちゃう。次11位は猫の名探偵、ありがとうございます。10位はそのすごいあの古畑さんみたいな可愛らしいアバターの方、ありがとうございます。9位はえ、なんだろうこれは、なんか魔法使いみたいな、なんかブラックジャックみたいなアバターの方、ありがとうございます。そして次はあと、なんか初期のアバターがちょっと進化したっぽいすごい短髪の少年、ありがとうございます。7位はえ、すごい可愛い鬼滅っぽいアニメのこニコ団子のなんか胡蝶忍の子分って感じの方、ありがとうございます。次ゾウがなんかジョウロがちょっと進化したよみたいな、ありがとうございます。アバター、あとチョコが、猫のチョコがマカロンギュッてやっておいしいってやってるスタアバター、ありがとうございます。やばいやばいやばい、待って、半袖の T シャツの